たぞみんな、ついに来たぞウェンディーだ。うわ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 、すいません、取り乱しました。はい、どうもライです。今回ですね、こちらの15周年記念ガチャのキャラ評価をしていこうと思います。来ました、皆さん、ついに新旧ウェンディー、しかもかっこいい、絶対強い、このイラストは絶対に強いまだ見てないんですけど、で今回の新規がまさかのアクノロギア。うわ、久しぶりに見ましたね。人アクノロギアはね、もう全然来てなかったと思うんですけど、まずアクノロギアで、ウェンディでしょ、でラクサス、このラクサスもかっこいい、でローグもね、久しぶりじゃない、なかなか来ない、キャラですので、15周年で新規で来るとは思いませんでしたね。どっちかというと夏が来るかなと思ったんですけど、復刻でしか来なかったです。まあということでね、まあ多分全員強いと思いますので、しっかりキャラ評価していこうかなと思います。この意見はあくまで個人的な意見ですので、あまり鵜呑みにせず参考程度にしてください。はい、ということでまず最初は新規アクノロギアの方を評価していこうと思います。ステータスはですね、攻撃力、防御力、素早さが装備時の効果で上がっております。でまあそうですね、火力が高くて、さらに素早さもね250近くありますので、かなり早いキャラになっております。で防御力も、9000ありますので、耐久としてもまあそこそこ、できるのかなと思います。装備魔法、憎しみの方向、敵全体に闇属性攻撃過去極大アンド防御力闇属性耐性永続特大ダウンアンド味方全体攻撃力速度永続オハバップアンド自分闇属性攻撃クリティカルダメージ5ターン大幅アップ装備時攻撃力防御力速度特大アップ速度アップという感じのキャラになっております。まあそうですね、いや本当に来ましたね、防御力と闇属性耐性を永続特大ダウン。まずね、特大ダウンの時点でかなり、耐久力を下げることができるんです。さらに永続という、ということで、まあ強いんですよね本当に。で味方全体の攻撃力と速度も永続大幅アップ、まあ、このバフもね、永続バフと永続デバフ、まあこれどちらとも強いです。まあなんですけど、できれば CT を4とかにしてほしかったなって思います。まあでもね、ここまでの、いい効果ですので、まあさすがに CT4 とかにはできなかったんでしょうねっていう感じですね。自分の闇属性攻撃とクリティカルダメージを5ターンオーバーアップ、まあこれは、自分のバフかけれるんですけど、まあこれトータルとして見たらかなり、火力が出そうなキャラになっております。まあ攻撃力もね1万8000近くあって、防御力と闇属性耐性を永続で特大ダウンで、味方全体の攻撃力と速度を永続オーバーアップで、自分には闇属性攻撃とクリティカルダメージを5ターンオーバーアップしますので、かなり火力は出ること間違いなしだと思います。まあそうですね、合わせるとしたらやっぱクリティカル確率をオーバーアップしてくれる、キャラと組み合わせると、まあ、かなり火力が出るかなと思います。まあそうですね、まあ防御力と闇属性耐性を永続特大ダウン、まあこれはかなり強いですし、味方全体の攻撃力と速度を永続オーバーアップしますので、まあ、バフキャラとしてもデバフキャラとしても使える、まあ、万能キャラになっております。で、トータルの、効果とかステータスを見る感じではかなり火力が出そうなので、火力にはかなり期待していいと思います。であとはクリティカルダメージを5ターンオーバーアップしますので、クリティカル確率を上げるキャラと組み合わせると、かなりこのアクノロギアは活かせるのかなと思います。で母体としては通常攻撃時常に横列攻撃で確率で毒、いや強いですね、母体としてもかなり使えること間違いなしでございます。はい、ということで続いては新規ローグの方を評価していこうと思います。ステータスはですね、攻撃力、防御力、速度が装備時の効果で上がっております。で、先ほど同様、素早さが250超えてますので、
このローグもかなり素早さ高いのかなと思います。で防御力もね1万5000近くありますので耐久としては使えますね。でまあ1万、攻撃力が1万2000ということで、まあ、火力としてはそこそこかなっていうところですね。装備魔法炎竜の余剰通絶対違います。敵全体に闇属性攻撃過去極大アンド攻撃力3ターン特大アップ、光属性闇属性攻撃5ターン大幅ダウン味方全体全属性耐性大幅アップで自分の防御力速度永続大幅アップ装備時防御力速度特大アップ攻撃力速度大幅アップという感じのキャラになっております。でリーダースキルがですね全属性ダメージが 10% 軽減でさらに素早さが 25% ですので、リーダーとしても使えるのかなと思います。でやばいですね敵全体に攻撃力を特大、攻撃力特大ターン3ターンでさらに闇属性と、光属性の攻撃力を、3ターン大幅ダウンということでまあ敵が光属性闇属性パンの時はかなり使えそうですね。であと味方全体に全属性耐性を大幅アップしますので、まさかのあれですねデバフもあって、サポートもできるという感じのキャラになってますね。であとは自分の防御力と速度を永続大幅アップ。まあそうですね CT が5なのでまあこの最後の効果は微妙ですけど、まあ、全属性耐性大幅アップはかなり使えますのでうんまあそこは使えるのかなと思いますがまあちょっと使い方が難しいかなと思いますね。光属性で闇属性攻撃を3ターン、大幅ダウンですのでまあその敵が闇属性か光属性の時じゃないとあまり使えないっていうのが、きついところですね。まあここが全属性攻撃を3ターン大幅ダウンとかだとかなり使いやすかったんですけどまあ2つの属性に限定されてますので、まあ、そこはちょっと微妙かなっていうところですね。まあ、ですがまあ効果としてはそこそこ使えると思いますのでいいと思います。であとまあリーダースキルも使えますのでまあかなり使えるキャラではあると思います。まあそうですね、デバフ効果はかなり使えると思いますが、まあ、闇属性と光属性に限定されてしまっていますので、まあ、そこがちょっと使いづらいところかなっていうところです。であと味方全体の全属性耐性大幅アップはかなり使えます。で、まあ、自分の防御力と速度永続大幅アップは、まあ、CT が5なので、まあ、そこはちょっと微妙かなっていうところですね。であとはリーダースキルがかなり使えるっていうところがいいところかなと思います。で、通常攻撃時常に横列攻撃で確率で暗闇です、まあ、この母体としてもかなり使えるかなと思います。はい、ということでついにウェンディのキャラ評価でございます。いやーこれは欲しい。でまあステータスがですね HP 攻撃力素早さが装備時の効果で上がっております。まあ素早さは222で攻撃力が1万5000とで HP も2万ありますのでまあバランス型ですね。まあ防御力がちょっと低いぐらいかなっていうところです。装備魔法秘術天空禅敵縦列に数属性攻撃括弧極大アンド攻撃力クリティカル確率5ターン大幅ダウン、味方全体の攻撃力速度永続大幅アップクリティカル確率とダメージを大幅アップ。装備時攻撃力速度特大アップ HP 大幅アップという感じのキャラになっております。でリーダースキルがですね全属性の攻撃力を 15% と、全属性のダメージを 15% 軽減ですのでまあリーダースキルは使いやすいかなと思います。まあそれでですね効果としてはうーん敵縦列にねデバフ効果なのでまあそこはちょっと微妙かなっていうところで別にクリティカル確率を下げても意味ないんですよねあまり。まあなのでこのデバフ効果は微妙ですね。でまあ味方全体の攻撃力速度永続大幅アップまあこれもね永続 CT が
3とか4とかで映像カップだったらかなり良かったんですけど、まあそこはちょっと微妙かなっていうところですね。であとクリティカル確率とダメージを大幅アップ、まあなので先ほどのアクノロギアと組み合わせる場合ですと使えるかなっていうところですね。うん、まあ正直言うとあまり強くないですあんなに欲しいって言ってたのにあんまり強くない。まあそうですね、あんま正直言うとあんまり良くはないですね。まあ なんですけど自分は狙います。正直すいません、普通にキャラとして狙っちゃいます、すいません。でまあそうですね、まあ味方、まあ普通の味方全体のバフと考えればまあそこそこ使えるのかなとは思います。うん、まあなんですけど、まあデバフ効果がちょっと微妙かなっていうところですね。まあという感じです。まあそうですね、縦列にデバフ効果ですので、まあそこはちょっと微妙かなっていうところと、味方全体に攻撃力と速度永続大幅アップ、まあこれもね CT が3とか4とかだったら、かなり使えていたんですけど、まあそこが微妙なところで、あまあでもクリティカル確率とダメージは、まあサポートキャラとしては使えますので、まあここはいいところかなっていうところですね。であとはリーダースキルが全属性攻撃と全属性ダメージ 15% 軽減してくれますので、まあアップか、こっちはアップでこっちは軽減してくれるんですけど、まあ、なので、まあリーダーとしては使いやすいキャラになっております。もっと強くしてください。で通常攻撃時確率でスタンと、魔法禁止です。で最後は新規落札の方を評価していこうと思います。ステータスはですね、攻撃力と速度が、ソブジョの効果で上がっております。まあ、かなり攻撃力の高いキャラになっております。装備魔法読めません。敵全体に風属性攻撃かっこ極大&防御力特大ダウン&効果打ち消し&味方全体攻撃力風属性攻撃大幅アップ&自分の攻撃力風属性攻撃大幅アップ、装備時攻撃力速度特大アップ攻撃力アップという感じのキャラになっております。まあそうですね、まあ、ラクサスにしては珍しい効果打ち消し、効果がありまして、まあ防御力の特大ダウンもあります。であと味方全体に攻撃力と風属性攻撃を大幅アップで、自分の攻撃力と風属性を攻撃大幅アップ、まあ、なので、まあ、確実に火力は高くなりそうですね。うん、であとはまあ風属性パと組み合わせるとかなり使いやすいかなっていうところですね。正直シンプルに強いキャラでございます。うん、シンプルに、味方の火力を上げてくれるキャラなので、うん、シンプルに使いやすくて強いキャラになっております。まあ、なのでこうなんですかね、工夫して使わなくていいっていう感じですね。特性パに合わせて使えばかなり火力も出ますし、味方の火力も上げることができますので、かなりこのラクサスは使いやすいキャラになっております。で効果打ち消しもありますので、まあ、いざとなったらそういう効果打ち消しキャラを入れなくてもラクサスいれば、全て進むという感じになっております。まあ、あとイラストがかっこよすぎる、うん、イラストがまずかっこいい。まあそうですね、効果打ち消しもありまして、防御力の特大ダウンデバフもありますので、まあ、ここも、使えますし、味方全体への攻撃力と数属性攻撃大幅アップと、自分に、攻撃力と数属性攻撃大幅アップしますので、まあ、自分はかなり火力は上がりそうですし、数属性パの方からするとかなり、火力の上げてくれるキャラになっております。まあ、なのでかなり使えそうなキャラですね。使いやすいキャラになっておりますね。で、通常攻撃時、確率でスタンと暗闇がつきます。はい、ということで、ね、今回は15周年記念ガチャのキャラ評価をしてみました。まあそうですね、正直期待は微妙でしたね。もっと強いの来るかなって思っていたんですけど、まあこんなもんでしょうっていう感じでしたね。まあ
多分次とかに極夏ガチャとかも控えてますし、まあ周年ガチャとかもありますので、まあそれを見越してのこのちょっと微妙な感じにしたのかなっていうところですね。まあアクノロギアとしてはかなり強いんですけど、まあローグとか、まあウェンディとかはちょっと使いづらいキャラになってますね。でラクスはシンプルに強かったです。まあ正直もっとウェンディを強くしてほしかった、もっと強くしてほしかった。まあなんですけど、まあもうちょっとウェンディを強くしてほしかったってもうちょっとねウェンディの効果増やしてほしかったなっていう感じでしたね。まあですが自分は多分ウェンディ狙います。まあなのでガチ動画の方もお楽しみにしていてください。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になったよって方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。